うなちゃんです。うなちゃんです。おお。これうまいな。味が上品。とても素敵。まさかこれで一か八かみたいなとこあったよね。たまりました。俺お酒飲んだ後最高かもしれない。そうですね。うわ、非常に美味しい。どんな味ですか？なんか黄金のスープを。黄金のスープだこれ。胃に染み渡る。柚子の匂いがちょうど合ってないですか？そうだね。麺もなんかこれ全粒粉みたいな。そうね、なんかプツプツ入ってるね。なんか麺の歯ごたえも意外ともちもちしてて。本当に。もちもちしててすごい美味しい。で歯切れもいいですよね。歯切れもいい。全部コメント盗んだ。アフリのお店で食べるラーメンよりちょっとうまいかもしれない。マジですか？本当。うわ肉のうまい。これちょっと欠点ないんじゃない？三宝軒の焼き豚ラーメンを100点とするとこちら何点でしょうか？110点。負けた。これ素晴らしいですよ。それレベルが違ったなこれ。麺もうまいし、やっぱりスープもうまいし、ちょっとした具があるんだけど、それも完璧なんだよね。これはあんまいちだな。これはあんまり良くない。スーパーカップですよ。さっきのやっぱり上品な味が残ってるから、はい、特になんか刑務所の囚人が食ってちょうどいいみたいな。そんな感じだね。いや東田さんも変わっちまったな。僕は全然好きです。あ、本当。美味しいと思います。学生時代に部活終わりとかにこれ食ってたらもうたまんないですね。確かに。部活終わり食ってた。だけどこれご飯とか入れて食ったらうまいだろうな。確かに残ったスープね。甘さと辛さのバランス。いや、それが俺。あんま好きじゃないんで。この220円でこの量やっぱたっぷり食えるっていうのがいいですよね、スーパーカップは。いや、お前のに比べたら最悪だよ。最悪ではないですね。お前のはすごかったよ。だから俺はもともとキムチが嫌いだから、それあると思うね。うん、辛いものが主体のカップラーメンはあんまり受け付けないっていうね。麺はどうですか？太麺嫌いなんだよね。ごめん、全部逆いったな。全部逆いった。キムチどうですか？キムチはない方がいいね。東原さんの大好きな三宝軒の焼き豚ラーメンを100点満点とすると、こちらのスーパーカップ豚キムチ何点でしょうか？55点。やっぱり俺基本的に辛いのダメだね。で麺が太いからなおさら嫌いだし。安心するね、これはめちゃくちゃ好きだよ。何これ？これ辛み、なんか辛いペーストみたいなトムヤムペースト。匂いがこれだこれだ。いただきます。これ最悪だよ。これ最悪だ。なにこれ。なにこれ。これ人間の食べ物じゃないよ。これなにこれ。完全罰ゲームだよ、これ。こんなまずいのあるの。めちゃめちゃうまいじゃないですか。めちゃくちゃまずいじゃん、これ。めちゃくちゃ売れてる。そうです。本当に。こんなの売れるなよ。だってコンビニで大体もうありますもんね。絶対売れてますからね。はっきり言うよ。L のカップラーメンすごいいい。あっちの方が全然いい。東さん、ともやんくんはどうなんですか？ともやんくんがあまり知ってないから、それもあるかもしれない。はいはいはい。うわ、辛いだけ。辛いだけ。カップヌードルさん、ごめんなさい。本当まずいっす。ごめんなさい。俺が悪かった。ごめんなさい。本当悪かった。本当にまずいっす。ごめんなさい。いや、美味しいですけどね。本当に女性でパクチー好きとか、タイ料理好きな皆さん食べてるみたいな。癖になっていくというか、僕も最初。食べた時にあれちょっとなと思ってたんですけど、これ2回目3回目って食べていくともうどんどんハマっていくんですよ。その勇気もない俺。三宝軒の焼き豚ラーメンを100点満点とすると、こちらのトムヤムくん何点でしょうか？15点。15点。確か点数があるだけいいって。辛いだけじゃなくてまずい、まず辛い、まず辛いんだよ。酸っぱいならわかるんですけど、まずいって。日清さんに謝ろっか、一回みんなで。日清さん、どうもすいませんでした。一緒に炎上しようぜ。お前らも一緒に炎上じゃ。